出口はもう目と鼻の先なのに、前方の生体センサーを避ける方法はないみたいですね。大丈夫ホーム、出発の前に賢者からもらったこれがあるホーム。賢者？そうだホーム、賢者はホーム王国で一番聡明な人、誰にも賢者の考えはわからないホーム。褒めているようには聞こえないのですが。みんな賢者が少し怖いホーム、でも賢者がくれるものは必ず役に立つホーム。例えばこれホーム。ホームでもこれはなんだホーム。あ、ちょっと見せてください。使い方を知っているような気がします。おお、知っているホームか。さすがだホーム。ホーム、目標発見。敵へ発見できず。艦長、次の目標座標を。照準装置初期化完了。ここを抜ければ外に出られます。これでやっとタイトルマッチに参加できるホーム。ありがとうホーム。お嬢ちゃんがいなければ今頃はまだ中で迷っていたかもしれないホーム。いいえ、ホームがいなければ私もここまで来られませんでした。ホーム、ムムム、外に出てから話そう。ホーム、ホーム。ここがホーム王国ですか？そうだ、ホーム。あ、タイトルマッチはもう始まったのか、ホーム。でも大丈夫。今日の日没までにエントリーすればいい、ホーム、ホーム。ホーム王国では、よくこのようなタイトルマッチが開催されているのですか？いや、ホーム王国は今魔女の侵略にあっているのだ、ホーム。王国を守った伝説の魔像を呼び起こすために、予言の勇者を探しているのだホーム。そうだったのですか。みんな恐ろしい魔女からホーム王国を守るという覚悟を胸にタイトルマッチに参加しているホーム。ホームもそうなのですか。そうだホーム、最強のホームとして王国を守るのが我が輩の使命だホーム。よし、我が輩はタイトルマッチにエントリーしてくるホーム。お嬢ちゃんは我が輩の勇姿を見ていてくれホーム。はい、行ってらっしゃい。かっこいいです。でもここは混み合っていて試合がよく見えません。広場の向こうの彫像の上に行ってみますか。これはどうして？何が起こっているの？待って、やめてください！魔像が呼び起こされたホム。でも、魔像はなんで攻撃を仕掛けてきたホム？おそらくあの少女が予言の勇者でしょう。魔像の暴走は、あまりにも長時間眠りについていたために、覚醒してもうまく力のコントロールができないからでしょう。くそ、まさかずっとこうなのか、ホム！力
を使い果たせば自然と落ち着くでしょう。ホム、気をつけてください。私では止められません。大丈夫だホム、すぐに我が輩がおとなしくさせてやる。ホム、システム警告、第一級戦闘順ブローニャ、了解しました。無条件射殺許可確認。艦長、次の目標座標を。さすがは魔像の力だ、ホーム。危うく死ぬかと思った、ホームよ。ありがとうございます。また助けられてしまいました。仕方がない、ホーム。お嬢ちゃんが魔像を呼び起こしたのだからな、ホーム、ホーム。そう。魔像を呼び起こしたあなたこそが予言の勇者なのですよ。あなたは私が監獄で会った人ですね。はい、ホム王国を救うにはあなたの力が必要不可欠です。でもあなたも何があったのか知りたいでしょ。どうして自分がここにいるのか、自分が一体何者なのか。魔女を倒せばそれがわかるのですか。それはあなたの選択にもよります。でも答えが知りたいのなら、自分の過去を取り戻したいのなら、まずは魔女を倒さないといけません。何かが変な気がします。あ、ついでに言うと、私はホム王国の賢者なので地位が高いです。だから言うことを聞かないのなら監獄に送り返しますよ。それは脅しですか。脅されるくらいなら私は監獄に戻ることを選択します。でもそれだと答えが分かりませんよ。構いません。おや、ホムたちが魔女に殺されても構わないというのですか。そうだぞ、ホム。お嬢ちゃんが魔像を呼び起こしたのは、お嬢ちゃんだけが魔像に認められたということだ、ホーム。お嬢ちゃんがやらなければ、もっと多くの同胞が魔女に殺されてしまう、ホーム。頼む！助けてくれ、ホーム、ムム。はあ、そういうことなら。大丈夫。あなたにはいつでもやめる権利があります。それでは、少し休んでから、氷の魔女の国に向かいましょう。